カエサレアのエウセビオスカエサレアのエウセビオスはギリシア恐怖の一人であり歴史家にして聖書注釈家314年前後からカエサレアマリティマの司教を務めたその詩パンフィロスと共に聖典の確定に関わり福音の論証、福音の備え、福音間の矛盾についてといった聖書テキストの研究を残すまたとりわけ歴史著述において後世彼を 教会史の父として知らしめた代表作、教会史」が知られるほか、パンフィロスの生涯、年代記、パレスティナ殉教者列伝といった業績がある。自ら、パンフィロスのエウセビオスを名乗ったと言われる。日本聖教会では、エウセウィと転写される。エウセビオスの生涯について知られるところは少ない。彼の公認のカエサレア司教であるアカキウスが、電気。 エウセビオスの生涯を表したが、すでに散逸している。現存するエウセビオスの著作も、おそらくその著作全体のほんの一部に相当するに、過ぎない。エウセビオスは4世紀における、アリウス論争で、アリウス派に同情的な態度を示したゆえに、エウセビオス個人に対しての後世の評価はかんばしく、なく、彼の著作の保存も、熱心には行われなかった。エウセビオスを伝える。 代表的な資料としては、現存する、彼自身の著作以外に、4世紀のキリスト教著術家、ヒエロニムスによるものや、5世紀の教会史家、ソクラテス・スコラスティコスや、ソゾメノス、キュロスのテオドレトスによるものがある。エウセビオスの同性を伺わせる、同時代資料としては、アタナシオス、アリウス、ニコメディアのエウセビオス、アレクサンドリアのアレクサンドロスによるものがあり、 彼の弟子エメサのエウセビオスもいくつかのさまつな情報を伝えている。生誕から青年期、教会史の中でエウセビオスはアレクサンドリアのディオニュシオスを同時大臣として著述しているが、それが事実であればディオニュシオスが死んだ264年秋以前に生まれていたということになる。近代の歴史家の多くは彼の首相を260年から265年の 間に位置づけている。彼はおそらくカエサリアマリティまで生まれ、おそらく人生の大半をそこで過ごしたであろう。エウセビオスは、このカエサリアで洗礼を受け、教育を施された。296年に、ディオクレティアヌス帝の軍隊が、パレスティナ地域を訪れた時に、コンスタンティヌス大帝の従軍を目撃していることが、彼のコンスタンティヌスの生涯により知られるので、彼は、 この頃パレスティナにいたことは確実である。エウセビオスはカエサレアのアガピオスの下で司祭に助任された。カエサレアマリティマカエサレアの人口は3世紀までには約10万人いたっていた。紀元前60年代にポンペイウスが東方族州を支配していたとき、この都市を非ユダヤ人の支配に委ねた。ヨセフスによれば、この頃のカエサレアは地元の豪族の名にちなんで、 ストラトンの塔と呼ばれていた。ユダヤ人は、カエサレアに置かれた、ユダヤ属州長官の地位を要求し続けたが、それから3世紀間にわたってヒユダヤ人の支配が続いた。ヘロデ大王地聖火に、都市改造が行われ、この都市は、カエサルアウグストィスに捧げられて、カエサレアと呼ばれるようになり、結果としてヒユダヤ人による統治が強化された。 シリア人やギリシア人などの非ユダヤ人入植者が、カエサレアの人口の大半を占めていたが、それに加えて、かなりの数のユダヤ人やサマリア人の住民が存在していた。エウセビオスはおそらくこの都市のキリスト教徒のうちに生まれたであろう。カエサレアのキリスト教徒は、死と伝道時代に遡るもので、違法人伝道発祥の地として知られているものの、190年頃までは、この都市に、 司教のいた証拠はない。ドロテウスとの出会いさて、この時期にエウセビオスは当時アンティオキアの死災をしていたティールスのドロテウスにあったと、教会誌第7巻に記している。このドロテウスの聖書公開をエウセビオスは聞いたことがあると記しているのであるが、この意味をめぐって論争がある。進学者や教会誌やの一部はこのドロテウスとエウセビオスの間に指定関係を想定する。 例えば、ジョン・ヘンリー・ニューマンは、教会師のが哀悼歌手においてドロテウスが、教会で聖書を適切に公開したとエウセビオスが、助述しているのは、エウセビオスが、ドロテウスので子であったことを示唆するとした。他方で、デイビッド・ウォレス・ハドリルはこの文言は、どのようにも取れる曖昧なものであるとみなしている。旗合併によれば、この、聞いたという文言は、 自制的に解釈すれば一回限りの出会いを示唆するが、エウセビオスのギリシャ語の用法は厳密さを書くので、その意味するところは明確ではない。カエサレアの図書館とシパンフィロス初期キリスト教の代表的神学者、オリゲネスとその学等を受け継いだパンフィロスの活動によって、カエサレアはキリスト教教育における一つの中心地になった。 その死に際して、オリゲネスは、その豊富な個人的蔵書をパンフィロスに移蔵し、パンフィロスによって、カエサリアに、図書館が設立された。オリゲネスの個人的蔵書は彼自身の著作の写本と、彼の被護者であった、アレクサンドリアのアンブロシウスの蔵書も含み、パンフィロスも蔵書の蓄積に努めたので、3世紀の後半には、その収蔵数は3万冊を誇るまでになっていた。パンフィロスはまた、 オリゲネスの学校、ディダスカリアに習って、カエサレアに学校を設立したか、もしくはオリゲネスが設立していた学校を再建した。パンフィロスは、世界のあらゆるところから聖書を集め、書物収集家として、紀元前6世紀のアテナイの選手、ペーシストラトスやエジプトのプトレマイオス一世紀のもとで、文化古文館を務め、無声音の設立に関わったと推測されている。 パレロンのデメトリオスと並び称された。オリゲネスの指導方法を受け継いで、パンフィロスも直接生徒を指導した。エウセビオスは、迫害時代について記す中で、カエサレアの殉教者たちの多くが、おそらく、パンフィロスの下で、共同生活を送っていたことをほのめかしている。オリゲネスの学童とパンフィロスの君頭パンフィロスが280年頃に、移住してそれほど月日を経ないうちに、 彼はエウセビオスを指導し始めたが、当時、エウセビオスは20歳と25歳の間であったろう。エウセビオスとシパンフィロスとの関係は、時にエウセビオスがエウセビオスパンフィリ、つまりパンフィロスの子エウセビオスと呼ばれるほど親密なものであった。この名はまたエウセビオスがパンフィロスの学闘を受け継ぐものと認識されていたことを表している。パンフィロスを通じてエウセビオスは オリゲネスの思想への称賛を強く抱くようになった。パンフィロスとエウセビオスの双方はいずれもオリゲネスを個人的には知らず、パンフィロスはおそらく小オリゲネスと呼ばれたアレクサンドリアの司祭ピエリウスの下で学んだ際にオリゲネスの思想に親しんだ。カエサレアではオリゲネス思想の継承者として彼の下で学んだテオーテクノスが260年頃司教を務めている。 聖書皇帝とパレスティナ殉教者列伝の編纂、エウセビオス、福音の備えは彼がオリゲネスの学頭に属していることを如実に物語っている。エウセビオスは喜劇や悲劇、助上詞は一切引用しないが、プラトンの前著作に加えて、主としてアレクサンドリアのフィロンから2世紀後半までの中期プラトン主義のものを中心として、 プラトン以後の膨大な哲学的著作を参照している。どれほど世俗の内容が含まれていようとも、オリゲネスとパンフィロスの学等の本来の目的は、宗教教育の増進にあった。返されや図書館に収められた聖書学的著作や、神学的著作の傾向は、より興味深い。オリゲネスのヘクサプラとテトラプラ、マタイによる、福音書ラまい語原点のコピー。 そして多くのオリケネス自身の著作が収蔵されていた。写本の欄外中は、パンフィロスとエウセビオスを含む彼の友人や生徒たちが図書館に収蔵された聖書テクストの多くを校閲し、訂正を加えていたことを示している。対象役、セプトゥアギンタテキスト作成活動は、シリアとパレスキナで徐々に知られるようになった。パンフィロスの学校に加わって間もなく、エウセビオスは、 しパンフィロスの書物収集に関わるようになり、この頃エウセビオスは、パレスティナ殉教者列伝を編んだであろう。教会史と年代記の執筆290年代に入ると、エウセビオスは、イエス・キリストに、始まりから、コンスタンティヌステー代に至るまでの教会と、キリスト教との説話体の歴史である、教会史の執筆を開始している。同時期に、 天地創造からエウセビオスの同時代に至るまでの世界中の出来事を綴った年代記にも取り掛かっている。300年までには教会史と年代記の初版をエウセビオスは完成させている。司教序人とアリウス論争、そして二階屋公会議314年頃、エウセビオスは返されアの司教になったが、彼の前任者がアガピウスであったかどうかは不明である。 318年にアリウス論争が起こると、エウセビウスはアリウス派に同情的な姿勢をとっていたが、それはアリウスを破門したアレクサンドリア主教、アレクサンドロスの主張にサベリオス的異端の疑いをかけていたからで、積極的にアリウス派を支持していたわけではないらしい。すでにして、324年頃からエウセビウスは、その教養と著述家としての名声によって、 コンスタンティヌス帝の調愛を受けるようになった。325年の二階屋公会議では、彼は皇帝から、カエサレア教会の信条を提出するよう命じられたので、318人の出席者全員の前で読み上げた。しかし、最終的にはこのカエサレア信条に、ハンアリウス主義的文言を付け加えた二階や信条が採択されることとなった。エウセビオスは、 本心からこれに賛成していたわけではなかったが、最終的には署名して、これに同意した。オリゲネスの学童とアリウス主義、アリウスの主張は、その支持者であるニコメディアのエウセビオスの書簡を、例外として、主に敵対者の著作を通じて知られる。その内容は、ミコは一秘造物であり、神の意志に由来する。ミコという用語は比喩であり、お父とミコが、 同じ存在や地位を分かち持つことを意味しない。巫女の地位はそれ自体、お父の意志の結果である。というもので、巫女の非造物性を強調することで、お父と巫女に隔たりを設定するものであった。これは、キリスト論において、父なる神に完全な神聖を認める一方で、子なる神の神聖を父より少ないと考えた、オリゲネスの考えに近いところがあった。ゆえに、 アンティオキアの司教、エウスタティウスは、オリゲネスの学童の流星が、アリウス主義の根源になっていると考え、オリゲネス主義に強く反対し、エウセビオスが、ニカヤ信条を遵守していないとして、彼を槍玉に挙げた。逆にエウセビオスは、エウスタティウスを、サベリウス的異端であるとして告発した。エウセビオスとエウスタティウスの対立は330年に開かれた。 アンティオキアの宗教会議でエウスタティウスの追放という結果に終わった。コンスタンティヌス帝の本意とアタナシウスの追放をさて328年頃にはコンスタンティヌス帝はすでにアリウス主義支持に傾いており皇帝は334年のカエサレアでの宗教会議にアタナシウスを召喚するが彼はそれに応じなかった。翌十五年には エウセビオスを議長として、ティルスの宗教会議が開かれ、アタナシオスのアレクサンドリア司教罷免と、その追放が決定された。文芸春秋の、大世界史の7、中世の光と影の後、キリスト教世界の展開の、アタナシオスの教会自由の主張によると、エウセビオスは、皇帝の教会支配、国家教会主義を認める立場であり、アタナシオスは、信仰に関する限り、 いかなるこの世の権力とも妥協しない立場であったとある。この説が正しいなら、コンスタンティヌス大帝がアリウス派支持に傾いたのは、皇帝の教会支配を認める立場であることが、理由の一つになる。ありがとうございます。